はい、こんにちは、こんばんは。爽快キックです。今回はね、第79回、サツキショの予想について触れていきたいと思います。今日もゆっくり、まったりと始めていきましょう。本日はね、酎ハイをね、わずかながらいただいております。はい。さて、サツキショですね。はい。最近ね、調子いいんで、今までね、ダビスタ実況の方で予想をね、してたんですけど、まあ、サツキショはね、あの、 JRA 版のね、あの、PC 版入りましたんで、こちらの方で予想していきたいと思います。まあ、それでね、あの、例のごとくね、ババを見ておりました。まサツキショーというとね、あの、最近ね、ここ数年はね、もう最終週に行われるんですけど、なぜかね、サツキショーの週になると高速ババになってね、うん、上がれも早くなってね、そういうババになるっていう傾向があったんですけど、今回はどうだったでしょうかちょっとね、見て、 いきましょうね。はい。えー、まずね、土曜日の競馬ですね。うん。芝、まあのレースがね、まあ、11レース中間グランドジャンプだったので、まあ、8レース、9レースあたりがね、参考になるかなと思います。まず8レースですね。うん。これね、あの、今日、先週ね、結構上がりが早かったと思うんですよ。僕もしっかり見てたわけじゃないんで、 よくわからないんですけどね。もうちょっとね、上がりが早かったと思うんですけど、結構ね、上がりがね、かかってるんですよね、このあたり。それで、まあ、中山マイルって言ったら、外枠不利がね、あのー、常識なんですけど、まあ、外枠の2頭で決まったと。まあ、勝ち馬のコーラルプリンセスも、まあ、9番手からのね、あの、差し切りですよね。まあ、これ見たらね、あのー、普通に差しが決まるババかなと思いました、はい。まあ、それで、 旧レースの山藤賞ですね。はい。まあ、この辺りもね、あのー、まあ、33秒7の素足とかあるんですが、基本ね、差し決着ですよね。ピンク棒がまたしてもギルマが、まあ、差し切ったと。はい。これ見る限りではね、あのー、まあ、超高速馬場はとは言えないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、明日ね、実はね、あのー、天気予報が曇りのち、雨なんですよね。うん、それで、 ねえ、ちょっとさっき見てみたんですけどね、降り始める時間がね、午後4時からぐらいになるそうなんですよ。もうほんと微妙でね、明日のババはね、読めないんですけど、まあ、まあ、両ババ想定でね、今回予想しますけどね、はい。まあ、それで、ババはね、まあ、うん、そんな超高速ババにはなってないかなと、去年、ごめんなさいね、ちょっと、戻りましょうね <laughs>。戻りましょうね、はい。ちょっと一旦切ります。 ごめんなさい。始めていきましょうね。サツキショと。うん。だから今年はね、あの、両馬場ならば、普通にサシが届くね、あの、馬場なんじゃないかなと思ってます。はい。もちろんね、あの、明日雨降ってね、あの、雨が降るのが早くて、ね、去年のサツキショみたいに、前残りの結果になる可能性もあると思うんですよね。うん。そのあたりはまあ、さすがに天気はね、読めないんで、まあ、両馬場想定で行きたいんですけど、 ま、このサスキショーね、うん。まあ、一番人気ね、サートルナーリアですよね。僕はね、本名詞はしません。はい。サートルナーリアね、もう正直、ここまで人気になるとはね、思ってませんでした。ただね、このリ、一番人気、ダントツの一番人気になった理由に僕はね、サートルナーリアの、まあ、馬体がね、もう素晴らしいんですよ、このうん。あのね、ホープフルステークスの時もね、パドック見てね、びっくりしたんですけどね、先ほどちょっとね、 見直してみたんですよね。あの、JRA 版のパドック動画ね。またびっくりしましたね。<laughs> すごい、馬体だと思います。まあ、500キロの馬体でね。まあ、このね、うん、シーザリオ、母親のシーザリオがね、すごい見栄えのする馬体でね、綺麗な馬だったんで、まあ、その血をついてるのかなと思うんですけども、見事な馬体ですね。うん。まあ、そのあたりでね、ちょっと、やっぱり、見栄えのかっこいいまって、やっぱり人気になるんですよ。うん。だから、 そういうね、あの、うん。まあ、そういう理由もあって人気してると思うんですよね。まあ、それでまあ、全勝しているのはこの間だけそんなことないか。ダノン・キングリーがね、あの、全勝してるんですよね。はい。この2頭ですかね。ダノン・キングリーと、えー、サートル・ナーリアが無敗の間と。うん。ただね、僕、サートル・ナーリアのレース見ててね、気になったのがね、 これ全部打ち回ってるんですよね。はい。うん。それと、速い上がりがね、それほどないんですよ。まあ、新馬戦34秒に、これが最高のスピード、タイムのね、速かった末足なんですけどね。うん。まあ、時計の速い勝負になるとちょっと不安なのかなと僕は思ってました。うん。それで例年ね、サツキシというと高速馬場になることが多かったんで、 ま、高速馬場ならば、まあ、マイル、マイルでも走るアドマイマーズ本命かなと思ってました。ただね、あの、うん、先週の馬場見たらなんか、時計がね、速くて、上がりも速い馬場だと思ってたんですけど、まあ、今週見たらね、それほどでもないのかなと。まあ、それで雨の降るか、可能性もね、ありますし、うん、まあ、速くなっても1分59秒台ぐらい。そんなもんじゃないですか。2分台ぐらいの可能性あるのかな。ね。ただね、あの、 ま、今までのね、あの、このまま走ってきたペースはね、全く異なるとは思うんですよ。まあ、デムールあたりがね、そのあたりね、あの、頭に入れてると思うんで、そんなね、この前行くと思うんでね、アドバイマーズ。そんなね、スローでは引っ張らないとね、僕は予想してます。うん。だから、サートルナーリアがこけるとしたら、やっぱり、ペースが速くなってね、そのペース、速いペースに戸惑った時、じゃないかなと思ってます。うん。でこの、サートルナーリアはね、今まで、 ま、全力を出し切った競馬っていうのはないと思いますね。常に余力がある感じでゴールしてるので。まあ、実際そのペースが上がって、どれぐらいね、潜在能力を発揮できるのか。まあ、それはす、わかりませんよね。うん。ただね、あの、やっぱりね、あの、これ、よく知らないんだけどね、あの、JRA バンドね、タイム型 DM? 対戦型 DM ってあるじゃないですか。これタイム指数みたいなもんだと思うんですけどね。サートルナルやね、終始、 打たれてないんですよ。うん。とに、だから、つまりね、レースレベルはそんなに高くなかったと、客観的に、このね、JRA 版の、ね、あの、指数が物語ってるんですよね。はい。うん。これはやっぱり、不安要素だと思うんですよね。うん。1.5倍っていうのはちょっと人気になりすぎじゃないかなと思います。うん。でも、それぐらいね、ポテンシャルのありそうな馬体してるんですよ。もうびっくりしますからね、この間の馬体見たらね。うん。 あともう一つね、あの、最近ね、競馬会のワードで、天栄仕上げっていうのがあるんですよね。外級制度で。で、ね、天栄の、えー、っと、なんて言うんだ、あの、まあ、最近のね、あの、キーワードとして、天栄仕上げっていうね、あの、キーワードがあるんですけど、天、ま、栄、あ、仕上げだとぶっつけ本番でも、全然問題ないっていうことが言われていますよね。先週の、大花賞のね、あの、グランアレグリアも天栄仕上げでした。そして去年の菊花賞の、 フィエールマもね、庭園仕上げ。まあ、そして去年の大歌賞のアーモンドアイも庭園仕上げと。はい。ただね、あの、天衣、天栄ってね、あの、福島県の地名なんですよね。はい。トレセンなんですけど。まあ、それ、福島なんでね、関東馬がよく使うことになっているそうです。このサートルナーリアはね、あの、関西馬なので、あの、まあ、今回ね、ぶつけなんですけど、し、しがらきでね、あの、調整していたらしいです。 ま、そのしが、しがらきが、さまめんな、しがらきがね、あの、対抗意識をね、燃やしてるそうで。まあ、それで、今回ね、サートルナリアをぶっつけで、ね、あの、サツキうに持ってきたんじゃないかなと言われてますよね。そのあたりも、だから、ね、ポイントというか、結果どうなるのかなっていう、楽しみありますよね。はい。まあ、このあたりね、ババアがね、だから、どうなのかなっていうね、差しが決まるババアだと思うんでね。 まあ、アドバイアマーズ、ダノン・キングリーあたりもね、前に行くと思いますし、まあ、それを見ながらね、サートルナーリアも、前がかりの競馬になると思うんですよね。そうなったら、穴はね、案外、刺し馬、外からやってくる差し馬なんじゃないかなと、僕はね、思ってるんですよね。うんうん、まあ、過去のね、ちょっとレース、見ましょうか。えっ、ー、と、見れなかったっけ、これ。 うん。過去の10年成績ね。えー、っと。まあ、去年はね、あの、ね、ババが悪くなって先行で決まりましたけど、うん。おととしもね、超高速ババで、まあ前の方が、ね、あの、前残りの印象ありますけど、まあ、ペルシナ、ペルシアンナイトあたりがね、ちを通って、ます、あ、ね、まくってきましたよね、はい。 まあでもその前のね、あの、2016年の中差しが決まってますし、ルラメントもね、後ろから差しが決まっていると。うん。まあ、差しが決まる年もね、あるんですよね。今年はだから、ひょっとしたら、ね、まあただね、差し馬、どれもね、力のある馬ばかりなんですよ、ね、あの馬で、あの、差してきた馬というと、まあデーマチスティあたりがね、あの、ね、 このままただ共同知識が勝ってますからね。うん。まあ過小評価されていただけなんですけど。うん。やっぱりでも力のある馬じゃないと指してこれないなっていうのはありますよね。うん。まあそれでね、ちょっとグダグダしてますけど。本命発表しましょうか <laughs>。そろそろね <laughs>。僕はだからアドマイアマーズします。本命アドマイアマーズ。 まあ、ババがね、高速ババだったらね、自信持って20丸打てるんですけど、ちょっと今のババはね、明日雨も降るかもしれないし、ちょっと微妙な感じがします。そしてね、ダイオメジャー3区というとね、あのー、1000、勝ち倉がね、1800メートルまでらしいです。2000メートル以上の重傷をね、勝ったことないらしいんですよ。だから、この間から行きたいんですけど、単勝勝負はできないなと思ってます。3までに入ればいいかなっていうね、うん。 ま、このまま本命ですね。はい。まあ、このままもちろんね、ダイオメジャー3区なんてね、マイラー色が強いと思うんで、まあ、時計が速くなった時の方が来るんじゃないかなっていう。まあ、共同通信杯あたり、ダノン・キングリンに負けてますけど、まあ、これはやっぱりスローのね、瞬発力勝負になってね、まあ、この時みたいな上がり勝負にはならないと思いますね、今回のサツキ賞は。うん。うん、まあ、それで対抗はね、 ダノンキングリでいきます。はい。な、この馬もね、全勝してきた馬ですよね。はい。うん、まあ、今までのレース見たら、まあ、強いですよね。この馬ね、中山もこなしてますし、まあ、見事な競馬ですよね。うん。まあ、ディープインパクトに、ね、肌が、ね、ストームキャットなんで、絆とかと一緒の、ね、あの、組み合わせなんですけど、 ただね、これ、兄弟がいるんですけどね。ね、あの、全、前傾がいるんですけどね。まあ、ミッキーマインドですか。この辺あたりがやっぱり、短距離場なんですよね。ダートの短距離場と。まあ、それで、この、ダノン・キングリーあたりもね、ちょっと距離が伸びていい場体ではないと思うんですよ、僕はね。はい。うん。 なのでちょっと距離延長はちょっと怖いかなという感じはするんですけどね。マイラーが走るサツキショーと読めば、まあ、このまま堅実にね、走ってくるんじゃないかなと。先行馬ですからね、はい。うん。まあ、ダービーとかなったらね、僕はちょっと怪しいかなと思うんですけど、まあ、2000メートルならね、十分こなせるんじゃないかなと思いました、はい。うん。まあ、これ対抗ですね。まあ、それでターナーにね、サートルナーリア。まあ、これは抑えます、はい。 まあ、サートル周りはね、だから、こけるとしたら、速いペースに戸惑った時でしょうね、はい。まあ、ただね、時計の方も、ね、2分前後になるのであれば、まあ、問題ないと思うし、ね。まあ、このまま、馬体も、すごいからね、うん、本当に。うん、ここ勝ったらね、うん、まあ、ダービーもね、有力でしょうし、もちろんね、ダービー、もすごい人気になるでしょうね。も、もともとだから、ね、あの、 ダービーが狙いらしいので、ね、サツキショーはそんなに仕上げてきてないと思うんですよね。だから、そのあたりもね、ちょっと不安材料なんですけど、まあ、このまま、ね、潜在能力はかなり高いと思いますね。だから今までね、本気で走ったことがないと思うので、そのあたりね、うん。まあ、タイム指数かなわからないけどね。<laughs> から言うとちょっと不安がある、ようですね。ようですね。 僕はちょっと落として考えます。あと相手にね、内側からね、里のルークス。えーと、注意にしとこうか。里のルークスね。まあ、ベロックス。西のデイジ僕は買いたいんですよ。このままあたりがね、あの、外差しで、まあ、後方から行ってほしいなと思うんですよね。まあ、サートのナーリアが前を潰す展開になったらね、このままあたり差し込んでくると思うんですよ、外側から。もう外差ししてほしいなっていう。 うん。まあ、ただ、雨がどうなのかなうん。弥生賞でね、あの、これ弥生賞がね、ちょっとよくわからないんですけどね。うん。名称天元が勝利して2着にシュバルツリーゼですよね。はい。まあ、これがね、ちょっとわからないんですけど、まあ、ババアがね、悪かったので、まあ、実力通りの結果ではなかったのかなと思ってます。はい。僕は西のデイジはね、強いと思いますよ。馬体もいいし、まあ、ホープルステークスもね、これ、 まあ上がりはね、サートルナーリアと一緒なんですよね。それで、この場ね、4コーナーでちょっと窮屈になって、まあ足を余した感じなのでね、これ力負けじゃないと思いますよ。うん。西野デ二ジはね、レベルの高いと思われていたね。まあトースポー2歳ステークスの勝ち馬ですしね。うん。これはやっぱり買いたいなっていうね。僕、あの、二刀流で行きたいんですよ。 前が残るとしたらアドマイマーズ。差しなら西のデイジーで行きたいんですよね。うん。あと、ラストドラフトあたりもね、ちょっと、まあ、さ、ね、やるでしょこのまもね、雨で負けた可能性があるのでね。うん、このまも買いたいと思います。バタイもちょっと筋肉質で、ね、ちょっと小柄ですけどね。いい馬だなと思うんで。このまもちょっと買いますね。形勢の勝ち馬って言ったら結構穴になるじゃないですか。あとはね、 あの、アドマイジャスターね。これがね、なんか、僕は差しに回ってほしいんですよ。うん。このスミレステークスね、サトノルークスに乾杯だったじゃないですか。まあ、ただ、パドック見た限りね、アドマイジャスター結構良くなってましたよ。うん。まあ、それで、サトノルークスもね、やっぱり強いんだと思うんですよね。池キゼブ君あたりが、名称天元よりもサトノルークスを選択したということで,ではないんですか おそらくそうだと思うんでね。サトン・ルークスあたりもバターいいし、ね。このまま走ると思うんで、アドマイジャスターね。あの、まあ、この有力のこのマイク馬が多いんでね、後ろからちょっと行ったら、案外ハマったりするんじゃないかなっていう。うん。岩田くんに期待ですね。岩田パイセンに期待ですね。うん。まあ、そんなところですかね。まあ、クリーノ・ガウディあたりもね、アドイマーズ買うなら買っといた方がいいのかなっていうね。 タカノディアマンってあたりもね、僕はちょっと気になりますね。うん。タカノディアマンって、まあ、キサラキショー、ね、2着して、ダウンチェーサーっていうのがね、ちょっと、まあ、刺しように出てこなかったんですけど、まあ、ダウンチェーサーもそこそこ走りそうで、まあ、このスプリングステークスはね、オースト分回しでね、うん。まあ、これはちょっとロスのある競馬だったんで、それで4着ならばね、まあ、悪くはないですよね。うん。まあ、差し、ね、追い込みでもいいから、 一発狙ってほしいなという、この辺りも抑えるかもしれません。はい。まあそんなところですかね。さて、競馬予想ね、久々なんで、ちょっとグダグダですね。申し訳ございませんちょっと。うん、久々だから、なんか、言葉がね、うまく回りませんね。まあそれで、まあどういう馬券で攻めるかですよね。うん、二刀流で行きたいと話しましたけど、 本命ね、あの、表の本命がアドマエマーズ。裏の本命がね、まあ、西のデイジーかアドマイジャスとか迷ってるんですけどね、はい。うん。今日、運多いでしょう。うん。<laughs> ちょっともうちょっとね、余裕を持って喋りたかったんですけど、ちょっとテンパってしまってね、うん、申し訳ないなっていう。表の、だからね、あの、予想はね、アドマエマーズとダノン・キングリーの 二等軸で三連複ね。三連複二等軸でこのサトンルークス、ベロックス、西野デイジー、ラストドラフト、サートルナリア、アドマイジャスティーあたりに流そうかなと思ってます。はい。まあ、それで裏のね、裏の馬券はね、まあ西野デイジーかアドマイジャスターですね。はい。まあサートルナリアね、まあオッツー買ってもつかないんでね。まあアドマイマーズ、ダノンキーグリ、サートルナリアの三連複は抑えようかなと思ってます。うん。 あと、アドマイマーズとダノンキングリーの生まれんね。生まれん厚くいこうかなと思ってるんですけど、うん、まあ、そのあたりですね。はい。まあ、岡歌ではね、二刀流がうまくいったので、今回もね、まあ、前が有利にば、前が有利になった場合と、後ろが有利になった場合を考えて、二刀流で攻めようかなと。ちょっと、オッツ見てみましょうか。えー、っと、これはね、三連複の、 ま、フォーメーションでいいんですかね。1等目の軸が1、1、4だね。まあ、2等目の軸も1、4でいいのかな。ね。まあ、それで、えっ、ー、と、2番。7番。8番。11番。17番。まあ、結構つくんですよね。うん。<laughs> あれ ?12 番が入ってないな。12番も入れましょうね。はい。 ま、この142は8.6倍ですからね。まあ、あちょろっと押さえて、ね。あと、タガノディアマンテーあたりも入れようかな。16番。あ、すごいね。これ146、800倍もつくんだ。これ買いますね。うん。<laughs> いや、ワイドで買った方がいいかな。ちょっと、迷いどころですけど。まあ、そんな点数多くならないじゃないですか。ね。 うん。まあ、裏の馬券ね。裏の馬券はだから、まあ、西のデイジーからね。まあ、そんなつかないのかな。裏の馬券8番から、えー、えー、っと、ごめんなさいね。8番から、うん、難しいところですね。まあ、1、8、2、8、 48。あ、結構つくね。うん。え、12、18で。ごめんなさい、ちょっと <laughs>。8、12?8、12で27倍か。まあ、美味しいですね。うん。まあ、そのあたり狙っていこうかなと。はい。まあ、サートレナーリアがね、早めに動いて前を潰す可能性もあると思ってるんでね。うん。 まあ、チャートナーレが力を発揮したら相手は外差しなのかなっていう感じがしないでもないですね。それでアドバイジャスターあたりがもう人気かなり落ちてるんで、これ美味しいですよね。まあ、外から差しの一定でね、あんまり前行ってほしくないんですよ、僕は。うん。まあ、このあたりね、えっ、ー、と、12、17は。あ、結構つきますね。このあたり裏のね、馬券ちょっと買おうかなっていう。 うん。結構割れてるのかな生まれンベースはね。単勝だけこれサートナーリアが売れてる感じで、レンではそんなサートナリアガチガチの本部ではないのかもしれませんね。うん。そんな感じですね。うん。ちょっと迷うな。ちょっと今、今頃になって迷ってきたんですけど、まあちょっと、うん。まあ、まあ印としてはね、うん。このあたりですね。はい。 ちょっとごめんなさい、ぐだぐだしてまって、もうちょっと固まってからね、あの、ね、動画撮ればよかったんですけど。まあちょっとタガノディアマンテをね、シューシューっときます。あとね、まあクリノガウディア、まあちょっとやめようかな、うん。ファンタジスタもね、ちょっと怖さはあるんですけど、うん。 まあこれもね、竹さんがね、内から下げて外回してね、ワンチャン狙う乗り方だったらあるかなと思うんですけどね。うん。まあこのあたりですね、はい。まあというわけで今回これでね、お開きにしましょうか、はい。まあ次回からもうちょっとね、あの、ビシッと決めますんで、はい。うん、今回ちょっと、まあ、天気もね、天気だから、 結構ね、迷ったんですよね。うん。それで、うーん。ババもね、ちょっと思ったようにならなくて、迷いがあります。はい。まあ、表の本命がね、アドバイーマイヤマンス。裏の本命が、まあ、西のデイジーかアドマイレスターね。このあたり決められませんわ。ごめんなさい。はい。というわけで、今回ね、これで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。